ちょっと待ってください。少し情報を聞いてからね。この子はこの3月で3歳、4歳になったんですね。そうです、はい。料理ってあります？ないです、1回も。あ、ない。はい、素晴らしい。いつも食べてるのはチモシーとペレット。はい。何グラムずつ食べてるか分かります？体重のほんと 5% ぐらいなんで、多分20、30グラムぐらいですかね、だと思うんですけど。はい。どっちがペレットが30、はいはい、チモシーも30ぐらい。そうですね、チモシーはちょっと多めに置いてます。多めに置いてます、ね。はい。あと1日に人参1本ぐらいあげてますね。本物の人参ですね。はい。お、1本の半分。それで半分ぐらいですね、1日で。はい。あとちょっとキャベツあげたりとか、たまに。はい。で、他に買ってらっしゃる動物はいないんですね。いないです。はい、わかりました。多分ね、相当病院来るのって初めてですか？初めてです。怖がってますよね。いや、震えてますすいません。ちょっとね、気をつけないと、それでまたアクシデントが起きちゃうからカゴ持っててください。はい、下がります。あ、相当力入ってます。はい。2キロ超えてるかな。ちょっとオールして。はい。と身体検査しますかね。体重測ります。2600。じゃあ目隠しして。はい。こっち向きでいいや。はい。2600ね。うん、頑張ろうね。うん。いやね。さあ、ちょっとね。あ、うん、出血してたのでどこかな。右の足の裏です。あの後ろ足、前足、後ろです。後ろですね。はい、了解。